皆さんこんにちは、鈴木孝雄です。今日は僕が持ち込み企画をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて何をやるんでしょうか。やっぱりスライスで勝負したい。まあ、前回あのスライス対スライスのバックハンドスライスのクロスコートはやりましたけど、今日はシングルスコートでサーブなしです。サーブリターンなしでいわゆるストロークポイントなんですけど、僕はフォアもバックもスライスオンリーです。ってことは僕は逆にスピンをかけて、はい、全てスピンということですね。そういうことです。ですからもちろんチャンスボールが例えば僕に来ても、はい、スライスで何とかしなきゃいけない、はい、もしくはちょっとフラットっぽく当てなきゃいけないっていうことで、もちろんネットプレーもありです、はい、ただネットプレーももちろん出ていこうがボレー全然打って OK ですし、ドロップショット打たれた時に処理したりするのは全然もう好きなように、ちょっとスライス面で処理していただいてもいいです、はい、ただしパッシングショットは例えば小野田プロがスピンで出てきたら僕はスピンで抜けません。なるほど、はい、スライスでなんとか抜くか打たせるか。じゃあ僕が前に出る機会を封じていかなきゃいけないってことですか。まあそれはまあでもスライスでちょっと抜いちゃおうかなっていうちょっと思いもあるんですけど、はい、まあそういうちょっとね限定させた上での、はい、ちょっと対決をぜひ僕が持ち込ませてください、はい、やりましょう。やりましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。 We'll take the world's number one.So please subscribe now. ちょっとフラットっぽく打たせてもらいましたけど、あれを使わないとダメですね。これはよし、はい、1-0 です。よし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 、全然ミスせん。長いロングラリーはダメだな。いや持ち込んでるからにはね負けられないですよ。まあどっちもきついですね。ちょっとまずネットプレー使いたいな。スピン打つ方がエネルギー持ってかれるんですよ。 2-0 です。なるいだよなそれは。フォアに出てきたか。短いボールを攻撃的にいかないと。今バックに出てくるかなと思って待ってたんだけどな。2-1です。アウト。わからん。3-1です。はい、おお。角に打っちゃうな。はい、4-1です。アウト。ああ強いボール来ると、チェンジコートですね。はい、はい、もうちょっとボールを深く打たないといけないですね。相手が後ろ下がんないんで。あとあんまりスピン量をかけすぎてもダメか。もうちょっと深く打ちます。グッと深くて跳ねてくるとね、今みたいに合わせるの難しいんだよね。ちょっと躊躇してるんですよ。いやでもね、もうスライサーとなってるのかな僕は。以上はもっともっと駆使したいね、いろんなの。何、はい、飛びつき甘かったですけど、もうあれするしかないですね。今のは取れた。ちょっと焦った。オーダープロ、今の本来だったらスライスで多分返してますよね。一
ちいちこう構えなきゃいけないっていうのが、ね、5-2 ですね。はいはい、よし、はい、うん、アウト。あーやっはっは、抑えられないぐらいスピンが出てる。浮いてる浮いてる、はい、あれはスーパーショットです。ナイスショット。はい、いや決められても喜んでるのは鈴木孝雄だけだな、ネットプレーで。なんか、うん、ゴーゴーカウントですね、当然です。はい、5ボールもったいない。よし、ゴーゴー、行こう。はい、アウトです。ちょっと待ってよ、もうそういうミス、まあ、あえて引っ掛けさせないとね、スライスの意味がないからね。よし、強気、よし、挽回、サドンデスですね、一本勝負です。はい、よし、アウト。粘り勝ち、粘り勝ち、絶対ミスした。ちょっときつかったけど、最後なんとか高尾プロのミスを引き出した。 Subscribe, 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 subscribe。 ありがとうございました。ちょっと前のめりすぎたかな。ちょっと勝負に来るんじゃないかと思って、最初丁寧に丁寧にラリーしたんですけど、逆にボールが浅くなっちゃって全然攻撃的に打てないし、まあ、けどあれだけのスライスやっぱり打たれるとちゃんと構えて振り抜くって結構難しいですよね。スピンに多すぎちゃって、特に、まあ、僕今ポリ買ってるんですけど、はい、ポリだとやっぱりジャリジャリジャリって、はい、かかりすぎちゃう時あるんで、そこのコントロールは結構難しかったですね。やっぱね、こっちとしても、ね、もちろんスライスをラリーでは多く使うんですけど、やっぱどっかでちょっと強く打ったり、いつもスピンを混ぜて、このスライスとスピンの違いを出したいんですよ、はい、僕としては。スピンを打ってるからバックのスライスが効いたりフォアのスライスが効くっていうのがあるので、もう明らかにアプローチがスライスだって分かってるから、その待ちやすいっていうのがありますよね。あと勝負しやすいのもあるし、はい、そうですね。ただスライスとスピンって結局、まあ、スピンの方がエネルギー使うんだと思うんですよね、はい、結局振り幅も大きいし、うん、スライスはちょっと合わせたりとか少し押し出しがあるんですけど、はい、余裕がまだありますもんね。でもね、まずミスしないってことが、うん、スライスで、例えば両方スライスでね、打たれる。だからちょっとポジション相手下げてるんですよ。なぜかというと、ベースラインの近辺にいて、もちろん攻めれればいいんですけど、ベースライン近辺にいると、深いボールでスピンを打たれたら、もう全部下がりながらの処理になっちゃうから、だったら少し後ろめにいて、そこから自分のスイングでちゃんとステップできる、その距離感が欲しいっていうことなんですよね。まあ、自分でね、持ち込んで挑戦しておいて負けるっていうのはちょっとあれですけど、でもスライスだけで試合勝てますよ。どこまでいけますかね。いや全然いけるでしょ。で勝ったんだよだけどこれ限定してますけど、うんうん、スライスこんなにできる人いないですか。まあね、バックのスライスをね打たれるから、ですからこう一般の方も、例えばただ
ストロークポイントやって、うわ、おい、スピンだとか、そのただよりも、例えばフォアはスピンだけど、バックはスライスを使うとか、逆もいいと思いますし、すね、じゃあ、ね、僕はスライスの方が得意ですけど、必要であれば逆をやってみるとかっていうことも、はい、多分視聴者の方にはいい練習になると思うので、はいはい、うまくネットプレーにもねつなげたり、今日はちょっと1本も打ちませんでしたけど、本来はもっとドロップショットを使いたい、うんうん、でもやっぱり、しっかりオンザプロがクッと構えて、スピンを打ってくるんで、どっちに打ってくるかっていうのが分かりづらい、それだけでもすごく嫌だった。まあ、これ溜めるのが僕ちょっと得意ですけど、まあ、もうちょっと ね、ポイントが長ければ疲れさせることができたんだけど、十分疲れてますけど、まあ練習するときは視聴者の方が、ね、はい、何かこう制限をつけてやられると練習の内容がぐっと上がりますね、なんかしますので、うん、まあ、そこはちょっと考えながら練習してほしいなと思います、はいはい、持ち込んだ企画でしたが、参りました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!